今日は近畿大学附属高専でぶっ飛んだ音楽の授業をした時のお話です校長先生から音楽を教えに来てくれないかと言われましたその頃はまだ私は本当にたくさんのコンサートをしている時だったので毎週同じ日には行けないんですせいぜい行けて1ヶ月に1回ぐらいですと答えました すると一ヶ月に一回でもいいから来てほしいと言われたのですで私たちが受けたつまらないクラシックだけを聞くような授業はしたくなかったのでぶっ飛んだ音楽の授業をしていいなら行きますと答えました校長先生もなかなか面白い方でいいですよぶっ飛んだ授業をやってくださいと言われました高専にはこのバイクエストレアに乗って行きました 通学すすするる皆さんんはびっくりしたと思いいまま私ががバイクに乗る前猫ちゃんがいます学校に初めて行った日私はどういう授業をしていいかわからなくなりました。というのはピアノは一台ありますが皆さんに歌を歌えと言っても歌うわけがありません。かといってクラシックを聴きなさいというつまらない授業もしたくなかったんです。だいたい新任の先生は いじめられると聞いていたので、私は自己紹介をしました。矢吹志保です。今は音楽家ですが、昔はホストクラブのバンドマンでした。ホストクラブで夜中に演奏していて、警察が来て、パッと客のふりをするのなんでかわかるとみんなに質問しました。まあ、みんなはきょとんとしてました。風俗営業に違反して営業してるから、客のふりしないとアンプとか没収されちゃうんだよね。 みんなは「タラリ」と汗が出ていたようです青ざめたちびまる子ちゃん状態だったんじゃないでしょうか高専の先生のほとんどが博士号を取ったたエリートたちです。そこへ全く型破りなシほニゃん先生が来たので生徒はわらわらでした。 まず絵しり取りをしようということで黒板にマスを書いて例えば最初の子が言葉を言わずにナスビの絵を描きますナスビだから次の人がビーナスということでビーナスの絵を描きますみたいな感じでやりました数少ない女の子が黒板のところに立ってうーんと5分ぐらい考えてやっとリンゴの絵を描いたのですリンゴの絵一つはもう本当に何十秒で書ける世界ですよね みんなきっと佐野しか使っていないんだなぁと思いました。で、私は決めました。うのを開く授業をしようと。そしてある日、いろいろ材料を持ち込んでみんなに言いました。好きな歌を紙粘土で作りなさい。ええー、これが音楽の授業って感じですよね。紙粘土を渡すとみんな、機器として童心に帰って作り始めました。 学縁代わりにお弁当の折り箱を使いましたみんなは夢中になって作っていました結構楽しそうに作っていますよねまたある時はお茶の先生を招いて今日は抹茶を立てましょうと言いましたお茶の先生も和菓子から作ろうということで最初和菓子をみんなで作りました 私はピアノで和風の即興をしています。こんなことでもなかったらお茶を立てるなんて一生涯やらないかもしれない子どもたちです。お互いにお茶を立てて飲みっこしました。お茶のお道具、おかまとか本格的に準備してやりました。私のぶっ飛んだ授業は大変好評でした。月に1回しか行けないのであとの3回は まあ普通の授業をされてました授業の日は朝から午後まで学校にいましたしほにゃんがいるということで女学生たちもやってきました女学生は本当に人にりです何やら男の子の写真を出してこの子のために弾いてほしいというのですどうやらその女の子の片思いの相手だそうです即興してあげるとその女の子は泣き出してしまいました ほんとまるで学園ドラマうちで行ってるような感じでしたみんなでおやつを食べたりしてとても楽しい時を過ごしていましたまた天女座によく来ている男の子たちと軽音楽部を作りました真ん中これシホニャンロックの格好してますよね右はボーカルのトンちゃん私たちはガランというバンド名でいろいろ学校でも演奏しました とても仲良くしていたこのバンドメンバーが卒業するとき、学校側が住民に許可を取っていなかったのです。そして副校長先生が私のところに来て音量を下げろと言いました。完璧それは学校側のミスだったんです。私は言いました。この子たちの演奏が卒業の最後の演奏です。音量を下げようとは言えません。 また、トンちゃんが卒業式の時にガランで歌った歌が、就職が決まって俺の人生はこれでいいのかという心がなんだかざわざわするというような歌でした。すると生徒会長の男の子が、あの歌がとても心に響いたと言ってくれました。 また別の軽音楽部の男の子たち三組をヤマハのコンテストに出場させました。天女座で練習を面倒を見てご飯も食べさせました。その成果でなんと全国八十校の中に選ばれました。この時歌を歌っている子は陸上部の右端の子でした。なんと私たちは新宿のヤマハのステージで演奏することが決まったのです。 先生が一人入っていいということで私はキーボードで入りました。歌はビーズのオーシャン。エースの和歌がお揃いの赤いミサンガをつけてくれ全員手首にミサンガを巻いて演奏しました。お気分はすっかり高校生の私です。ただ私がプロということは伏せて出場しました。これはスカパーでも放送されました。 終わってからのインタビューの時、皆さんが自己紹介をして最後に私が指導の矢吹ですと言いました。すると審査員が、え先生だったんですかと言いました。遠目には高校生に見えたようです。そして次の一言が笑えました。どうりでピアノがお上手かと。 私は内心ししていまこれはコンテストといっても順位をつけるためではなかったのですが大成功してまた熊野に帰りましたまた夢を叶えた天女座を見てもらう課外授業もしました「目は必ず叶うから絶対に思い続けてね」とお話ししながら演奏も聴いていただきました私たちと仲良しだった高専の学生は 天女神楽にも出演してくれてとても楽しかったです。打ち上げでお弁当を食べているところです。私は7年間後世で教えていましたが、1年間の授業の最後に、両手両足のない中村久子さん、そしてヘレン・ケラーさんの物語を見てもらいました。中村久子さんのことは後ほど語りますね。 両手両足がないのになんとこの人形の服は全部久子さんが口で縫ったのですそしてそれをヘレン・ケラーさんに差し上げましたヘレン・ケラーさんは久子の体に触って「私より不幸な人私より偉大な人」と言ってとても感激してくれたそうですこの2人の物語をみんなに DVD で見せました 今日はみんなの人生が変わる DVD を見せますと言いました。何が人生変わるもんかと言っていた男の子たちもこの DVD を見た最後はとても感激していました。両親を助けてあげようと思いましたと嬉しい感想をくれました。その時はよく分からなくても何年かしてああしほが言ってたこれかと思ってくれたらいいなと思います。 現に卒業して何年かして天女座に来た学生だった男の子が私の授業が今とても役に立っていると言ってくれました。1年間素晴らしい授業をしていただいてありがとうございましたと深々とお辞儀してくれた子もいました。やっぱり授業は感動しないとと思います。高専は残念ながら熊野市から名張に移転してしまいました。 夢にかけろと言い続けたおかげで一流企業に入った何人かが会社を辞めて麻雀師になるとかドラムをやりたいとかって言って会社を辞めてしまったことも多かったです。ありがとうございましした。た。のの授業お話で